回もジョージ365始まりました。今回のゲストは井上さくらちゃんです。井上さくらです。よろしくお願いします。今日はカラーメイクとか話をしていきたいと思うんですけれども、はい、2023年春と夏のコスメがいっぱい出てるんですけれども、うんうん、今回はその中でもですね、カラーライナーの使い方をご紹介していこうかなと思います。カラーライナーめっちゃ可愛いですけど、うん、難しいです正直。あんまり使ったりしない？使わないですね。なんか手に取ると、うん、めっちゃ可愛いなって思うんですけど、うん、どこに塗っていいのかわからないとか、うん、アイシャドウとどういう風に色の組み合わせしていいかわからなかったりとか、うん、ちょっとメイク初心者にはハードル高いイメージですね。そうだよね、うん、でも多分見てる人たちもなんかさくらちゃんとなんかそうそうって、ね、思っている人たちたくさんいると思うので、うん、今日は、シングルアイシャドウとカラーライナーで、うまく組み合わせをしながらさくらちゃんにメイクしていきたいなと思います。なるほど、単色でやるんですね。はい、まあ、もちろんね、アイシャドウパレットと組み合わせてももちろん OK なんだけど、まあ、ちょっと組み合わせがやっぱ難しかったりするので、シンプルにシングルアイシャドウとカラーライナーみたいな感じでやると結構みんな使いやすいのかなと思うので、今回は3パターンご紹介していきますので、全部の、ね、フルメイクの、ご紹介もするので最後まで見ていただけると嬉しいです。見てね。今回、1つ目ご紹介したこちらです。ウズのアイライナーになる。ウズって聞いたことある？うん、もちろんもちろん。で、リニューアルしてカラーラインのラインナップがすごいドワッと出ました。ドワッとドワッと出た。その中でも今日は今回ね、黄色、イエローが結構今回アイシャドウとかでも多いんですけど、今日はアイライナーを黄色でやっていきたいなと思います。ちょっとひよこ色みたいな。へえ、黄色。はい。へえ、なんで。これに組み合わせるのが、こちらです。アディクションの、アイシャドウですね。030のマットのタイプになります。めっちゃ春ですね。こうパッと見もすごい春になった時に、今季イエローとくすみピンクだったりとかパステルピンクだったりとか、そういった、ね、色がすごくラインナップが揃っているので、この組み合わせは結構、まあ、今季の SS では定番になるような、色、黄色とピンクなんじゃないかなと。続いてはこちら、スックのカラーライナーになります。さっきはマットのアイシャドウのピンクだったんです。こっちは今度マットのくすみピンク、ダスティピンクっていう感じなんですけど、これと今度ラメの組み合わせ、同じトーンですね。このちょっとピンク系のラメと少しマットのアイシャドウの組み合わせもとても初心者には使いやすいかなと思います。同系色で、同系色、なんかこうあまりにも離れすぎてる色って結構難しかったりとかするので、こういった質感が違うものを組み合わせてあげるとそれぞれちゃんと主張してくれるし、まとまり感もあるので、こちらもおすすめです。3番目はこちらです。トーンのカラーライナーのオレンジと同じトーンのアイシャドウのベージュ と、グリーンの組み合わせ。かわいい、かわいいですね、うん、このトーンは先がすごい、すごい細いの、すごいよね。で、まあ、細くも引けるし、こう太くも引けたりするんですけれども、それに少しニュアンスのあるパステルカラーを組み合わせることで可愛くなりすぎないけど抜け感のあるアイメイクができるアイテムになっています。グリーン一番気になるというか、どう使ってるかわからないカラーかもしれないです、うん、グリーンって使う人と使わない人って結構幅広いのかなと。グリーン好きの人ってすっごいグリーン使ったりとかするんだけど、このちょっとパステルっぽい黄緑っぽい感じが目をクリアに見せてくれたりとかする効果もあったりするので、でオレンジとグリーンって反対色って言って、まあ、逆の色なんですけど、そうするとこの薄い色なんですけど両方ともちょっとずつポイントになるので、おすすめの組み合わせです。めちゃめちゃ気になります。では早速、実践していきたいと思います。じゃあまず手前側はスックで、奥側が、トーンのオレンジのカラーラインをつけていきたいと思います。先にスックからやっていきます。スックと、一緒に使うのがこのエレガンスダズルになります。こちらですね。もうね、これね結構シアーな感じで、もう薬指で綺麗な
発色のこれだけで、あ、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ可愛いよね、すごい綺麗ですね、綺麗なの、可愛い、だからもうこれ簡単で、もうこれシングルアイシャドウで手前からもうメイクがね本当苦手だったりとかちょっと時間がない時とかもこれだけピューってつけるだけでめちゃくちゃ可愛くなるので、これを少し広めにつけていきます。ラメが可愛いです ね、ラメ可愛いよね。これは下まぶたも同じものを上につけていきます。目頭側から涙袋のところですね、しっかりこうやってつけていきます。結構全体にのせちゃっていいんですか？全体に、うん、このピンクをねちょっと囲むような感じにしてあげると、うん、これ可愛いので、でなんかこう涙袋のところにピンクするとちょっとうるっとした感じになるから、結構これもねポイント高い。モテそう。モテそう。でもう一回目閉じてもらって、キワのところにさらにプラスして筆でキワのところにも塗っていきます。薄い色じゃなくて同じアイシャドウで濃くするんですね。うん、そう、重ね塗りすると全体的なバランスが整うので、こんな感じでなじませていくといい感じに。めっちゃ可愛い、ラメがキランキランですね。なんか超上品じゃないですか。そうで、なんかこう腫れぼったく見えなくて、なんか濡れたような感じになるよね、うん、確かにツヤンとしてて、うん、うるっとしますね、瞳が。そう、濃い感じ全然しないですね。そう、この次にこのスックのアイライナーを引いていきたいと思います。これはですね、目尻に引いていきます。で、目開けてまっすぐ目で開けてる状態で引いた方がね、少し引っ張ってあげて、まあ、ここが三角になるような感じで、少し目尻のところからここのラインですね、ちょっと太めに引きます。で、そっとこんくらいです、こんくらい、 OK、 ダン、あー、あ、素敵、かわいい、かわいいでしょ、すごい、なるほど、ツヤンツヤンと、こっちめちゃくちゃマットで、マットで、おしゃれ、なんか派手じゃない、派手じゃないでしょ、うん、で、なんかこうアイシャドウの同系色だから少し質感が違うからちゃんと色もはっきりわかるし、うん、あのこれでこう例えば黒とか、まあ、ブラウンとかでもいいんだけど、そうするといつもと同じ感じになっちゃうんだけど、このくらいのカラーラインするとちょっと甘めな感じになって、うん、これもねまた良くておすすめ。すごい、結構長めに引いても大丈夫なんですね。長めに引いてもね、存在感がカラーだと、うん、あのそんなに強く出ないので、これを思い切って長く引いてあげるのがポイントです。あー、大人だ。次はこのトーンのオレンジの極細のアイラインを引いていきたいと思います。細。細いでしょ？うん、なんか 細すぎてびっくりするぐらいなんだけど、まあそれに合わせてこっちのね、ベージュと黄緑のアイシャドウを合わせていきたいと思います。で、まずこのベージュをアイホール全体に指でなじませていきます。で、明るさを出します。しっかりね、眉下くらいまでのせちゃって大丈夫ですか、ね、結構広めですね。広め、そうなの。このベージュを下まぶたにも塗っていきます。目頭側からちょっとこれも広めに。でもこれベースカラーになるので、少し目元を明るく見せてあげるようなイメージですね。こんな感じで乗せていきます。で、この際のところにもしっかりつけとく。そうするとアイラインとかもね、パウダーがちゃんと乗ってる方が取れにくい。へえ、うん、ベース大事ですね。ベース大事。そしたら、うん、細いブラシにちょっと変えてグリーンを下まぶたにつけて、ちょっとポイントでちょっと目の下の際のところに薄く塗っていきます。目頭とまつげの際のところです。ちょっとニュアンスがつくぐらい。でもこれね、あの薄い黄緑だからグリーンっぽくならずに、ちょっとゴールドっぽいような気持ちになるから、こういう感じにまずしていきます。こんな感じ。これにこのオレンジをつけていくんですけども、はい、うん、逆側は目尻だけに引いたんだけど、これは全部引いた。全部ですか？全部引いた。どこの全部だ？そしたら目の際のところにスーッとオレンジカラーを全部引いて、ちょっとピンと跳ねさせる。OK。ちょっとおしゃれな顔になったよ。お、こんな感じです。
はい、じゃあ見てあー、おしゃれおしゃれになったでしょ。おしゃれになりましたね。あ、すごい素敵。なんかオレンジはオレンジでも なんていうんですかね、2階のっぽい感じ、珍しい。でなんかちょっとクリアな感じ の色なんだよね。ちょっと白く濁ってるものじゃなくて、なのでこうちょっとこの細さを生かして、フレームに全部オレンジを入れてあげることによって、ちょっとこうおしゃれっぽさというか抜け感が出て、透明感もありつつちょっと色も目立ってくれるようなアイライナーになります。超いいですね。その二重幅がこうくっきりした感じになったし、すごいおしゃれ。全部引いててもめちゃくちゃおしゃれですね。ちょっとその黄緑を入れたことで、黄緑だからちょっと黄色がニュアンスになって、オレンジ黄色でグリーンに入っていくっていう感じなので、離れてるような感じなんだけど馴染みやすくて、全体につけると両方際立ってくるような感じの組み合わせになってます。すごい相性バッチリ。はい、じゃ続いてはこの渦のこのひよこカラーをつけていきたいと思うんですけど、それに合わせるのがこのアディクションのピンクのマットの色をつけていきたいと思います。結構いろいろ見たんだけど、本当になんかピンクの種類が豊富なのと、イエローとかすっごい入ってて、で時々ちょっと寒色系のなんかものも入ってたりするんだけど、なんかイエローすごい多いなって感じがしたんだよね。イエローってやっぱりすごいポップなイメージだから、アイライナーだとよりこう どうしていいか分からないみたいな、パレードみたいにならないかなとかって思っちゃいますよね。確かに。でこの、アイシャドウはちょっとマットなので、ふわっとつけたいので、軽く指にのせてからちょっと広めに伸ばしながら、ちょっと様子見ながらつけていきます。でもう一回ちょっと目尻の方をちょっと重ねて、アディクションのシングルアイシャドウもすごく塗りやすくて、マットなんだけど奥行きが出る味なので、このくらいですね。そしたらこれも下まぶたに塗ってきます。下まぶたは目尻の方だけつけて、あとはニュアンスでつけていきます。なじませるくらい、全部塗らないくらいですね。でちょっと下まぶたにこの色をちょっとのせるような、アイシャドウこんな感じで、おお、あ、またちょっとさっきのラメとは違う、ちょっとふんわり感があるよね。ふわんとしてますね。そう、なんかあったかみがあるというか、あったかみがある感じ、じゃあ今度これつけていきます。ひよこちゃん、ひよこちゃん、ひよこちゃん、ひよこちゃんどこだ。ひよこちゃんはね、ちょっとね黄色なんだけど、ちょっと白っぽい感じなの。だからイエローっていうよりかは、私はなんかちょっとひよこっぽい色かなと思ってて、これをじゃあねつけていきたいと思います。ポイントになるようにしたいので、二重の延長線上になるようにピュッと引きます。ここにちっちゃい三角形を、こんな感じでいいです。じゃあちょっと見てもらって、はい、おー、あ、おしゃれ、素敵。これはちょっと、おしゃれ上級者なのかもしれないんですが、これはアイシャドウっていうのはポイント、なんか今結構ラインストーンとかつけてたりとか、結構なんかシールみたいなのつけてたりとかするのが結構流行ってたりするので、開けた時にこう目尻じゃなくてこの上にポイントで書いてあげるといいかなと思います。ほー、すごいびっくりしました。もっと内かなって思ったら意外と外側に、外側にあるんですね。で、例えばこのこれだけでアイラインを引いてしまうと結構ボケてしまったりとかするので、普通にアイラインを、ブラウンとかで引いた上にこのアイラインをプラスしてあげるのもすごくいいので、なんか目力を強めたいけどポイントにしたいとか、そういったのにも使いやすいんじゃないかなと。このピンクとの相性もバッチリですね。ね、このマットの感じとこのアイラインのちょっとマットなね白っぽい感じがまたすごくおしゃれなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ両目完成したメイクがこんな感じです。
とね、ボーチェのこの私のこのジョージ365にしてはちょっと攻めたメイクにはなっているんですけれども、だいぶいろいろ回を重ねたので、こういったねカラーラインの使い方もいいんじゃないかなと思います。合わせたリップはこういったちょっとね目元がちょっと攻めた感じなので、アイシャドウの色ありましたね、マットの色と似た色を使っていきました。なのでこのディオールのこのマットのピンクをベースにつけた後にちょっとツヤ感を足すのに3のグロスのねリップを重ねると、ちょっと統一感とそのマットの目元とちょっとツヤの感じのハイライト効果も出るので、こんな感じで組み合わせて春のメイクを楽しんでいただけたらなと思います。今回さくらちゃんやってみてどうでしたか？いやめちゃくちゃ可愛いです、なんかアイライナー、カラーアイライナーのこう概念が変わったというか、なんか難しくてちょっとこう何ですかね、派手すぎちゃうみたいなイメージがあったんですけど、なんかうまく組み合わせればすごくおしゃれになるし、なんならすごく馴染んで、ナチュラルだけど可愛いみたいなのもできたりとか、なんかおしゃれの楽しめる幅が広がったなと思います。よかったです。なんかこう2、3パターンやったので、なんかね、いろんな使い方ができるから、なんか今回本当にカラーラインのラインナップがすごく多いので、ちょっとね、いろんな色も挑戦してもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルがいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。待ってます。さくらちゃん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。